はい、こんにちは。それではですね、今日のマーケットから振り返っていきましょう。日経平均株価は 36,897 円で、34円ですね、小幅高とはなっていますが、企業の上位見ますと、ソフトバンクはですね、圧倒的に 8.72% は上昇してまして、プラス128円となってますので、ソフトバンクなければマイナスというような形ですね。なので、今日のは、プラスにはなってますけども、実質マイナスみたいな感じなのかなとは思ってます。トピックスに関してはマイナスですね。0.19% マイナス。グロスに関してはほぼ横ばいという形になっております。値下がり銘柄数の方が136なんで、多いというような状況です。で、結構ですね、個別の決算とかもね、いろいろ出てきておりますので、そういったところで、ちょっと過敏にですね、反応しているようなところっていうのは結構あるのかなと思いますよね。富士フィルムとかもかなり売り込まれています。で、こういったところで、今日はですね、ソフトバンクですね、このところをちょっと見ていきたいなと思います。あんまり個人的にはですね、デイトレでは触りづらいし、スイングでも結構しこってて、改ざんがね、かなり多い銘柄だったので、なかなか触っていなかったんですけれども、こっからであればちょっと面白いなというふうに考えています。で、一応ニュースっていうところで材料を押さえておきますと、大幅続伸と、10から12月期の大幅黒字転換。これ決算ですね。決算で出ていまして、これの材料と、あともう一つですね、イギリスのアームっていうですね、子会社があるわけですけども、ここの株価が急伸をしましたっていうことですね。で、まず決算の方からいきますと、10から12月期で税引き前の利益が1兆円を超えているという形で、前期がですね、赤字であったわけですね。5800億円の赤字となってましたので、そこからは大きく改善をしていると。そして、このファンドですよね。ファンドの収益が大幅に改善している。為替差益の形状もあるっていうところで、今後ですね、さらにこの辺の、ソフトバンクグループっていうのは基本投資会社みたいなものですから、このナスダックがですね、好調であるっていうことを考えると、こんなものではないだろうと、まだまだ上昇していくっていうところで、期待感が今先行をね、しているような状況ではないかなと思います。それからですね、アームの話でいきますと、こんな感じでなっておりまして、はい。ちょっと日足に今やっていきますと、こんな感じですね。だから70ドル近辺のところにいたのが、一気にですね、113ドルあたりっていう形になっていますので、これは一気に上昇している。これもですね、材料としては非常に大きいかなというふうに思います。決算のところですね、受けて急騰しているっていうことですね。はい。ということで、ソフトバンク。これからですね、これ今後の見通しというよりは、今後どういうふうな立ち回りでいけばいいのかっていうところですね、ちょっと見ていこうと思いますが、月足からですね。はい。で、月足で見ると、この安いのところを結んだところですね、これが綺麗に上昇トレンドとなっているということで、ここですね、2021年にこの高値をつけた後っていうのはですね、結構底固めっていうのを長くやっていて、で、ここですね、7200円のこの黄色いラインですね。この黄色いラインっていうところが、3回ですね、こう、ヒゲで、返されていたりとか、昨年もですね、8月に1回タッチしてますけども、そこからはやっぱ調整っていうのが長くされていると、今のところで、結構重たいラインだったんですけども、これを、材料でですね、一気に上にぶち抜いてきたというような状況です。で、ソフトバンクに関してはですね、ちょっと信用残がやっぱり多いというところで、最近ですね、この減少傾向ではあったわけなんですけども、それでも900万株、先週末の段階であったと。で、それでいきますと、出来高はですね、やっぱり、コア、1000万いかないような銘柄だったので、なかなかこれがこなせないっていうことで上値が重かったわけですけれども、昨日が3000万、それから今日がですね、5000万を超えてくるような感じで、出来高ですね、来ていましたので、そういったところで考えると、今、ね、見たこの信用残っていうところはですね、改ざんのところは結構昨日で、結構改善している、こなせているんじゃないかなというふうには思います。あと、年次的にもですね、高値安値で、こう、突き足で見たときにですね、61.8% のラインっていうところを、ヒゲで抜けてきていますので、そういう意味でもですね、一旦、達成感はこの辺とかあるかなとは思うんですけれども、上、まだまだ、攻めやすい領域に入ってきているかなというところです。週足、今週確定しましたけど、非常に強いですね。やっぱり、ソフトバンクっていうのは、
こう陽線がなかなか連続しないなというイメージが僕は持っていて、例えばこの辺のところがね結構強いんですけれども、一旦ですね売り込まれてしまうと、まあ赤白という感じですね、なかなか方向感がつかみにくいっていうところが僕はあまり好きじゃない銘柄だったんですけども、まあ、ここまでしっかりと抜けてきて、レンジですね、5000円から7000円のこのレンジのところっていうのを、まあ、明確に抜けましたんで、こうなってくると一旦、まあ、デイトレ目線にはなるんですけども、デイトレで、触っていきやすくはなるのかなと思ってます。で、今後の戦略っていうところをちょっとここからお話をしていきますと、2日連続でですね、ギャップアップで来ているんですよね。っていうところでいきますと、今日は、この上髭のピンバーになってますけども、まあさすがにこの下でですね、改ざん、もう結構多い銘柄ですので、どこで売りがこなれるのかなというふうには思っていたんですけども、まあ今日は結構売られたんじゃないかなというふうには思いますね。この形を見るとですね。なので、まあ一旦ここで信用改ざんというところがはけた状態で、もう一個上をですね、目指していけるのかっていうのは、まあ一旦見てもいいのかなというふうには思ってます。はい。で、今日の5分足ですね、日足見ていきますと、まあ、昨日今日ちょっと一緒にこう見ていきますけど、昨日の足っていうのはギャップアップした後ですね、まあ、ちょっと売りをこなした後にやっぱずっと買われるような動きっていうのが1日通してありました。で、V アップラインがこの水色のラインですけども、まあ、この V アップラインですね。この V アップラインのところをより上で、まあ、終わっているということはですね、まあ、この日にはしこりっていうのは基本的には、まあ、新規のしこりっていうのはないという状況。ただ、今日のところを見ていきますと、V アップラインよりも下で引けているので、これは結構しこりっていうのが、まあ、生まれている状況にはなるかなと思いますので、これ明日じゃないですね。来週の火曜日ですね。火曜日これギャップダウンすると、結構陰線には、かなり強い陰線にはなりやすいのかなと、そんな風には思います。なので、ちょっともうここで書いてしまうと、まあ重たいラインというところでいくと、下でいきますと7400円のラインですね。それから、今日のラインでいきますと、ここですね。まあ7900円のラインですね。まあほぼ8000円か。8000円のラインですね。だここのところの2つのラインというところを一応意識をすることで、トレードっていうのは、リスクはね、限定的にできるかなと思います。つまり、この8000円のところよりも上の領域ですね。少しギャップアップしてくれると嬉しいですけど、まあ、この領域であれば、この上髭を取りに行くようなトレードっていうのがまだできるかなと思いますし、もしギャップダウンしちゃった際にはですね、おそらくこのラインだと、入っていくと結構危ないので、このですね、しこりっていうのがあって、これが、損切り比っていうのが欲しいので、まあ、7400くらいまではなかなか触れないかなと思いますんで、この辺の領域まで、落としてきてからじゃないと、ちょっとロングは難しいのかなと、そんな風に思います。はい。で、まあ、その真下でいくと、まあ、ここが一番強いわけですけどね、ラインとしては、一番強いラインがここになるので、まあ、6700くらいのところですかね。まあ、これのところまでは、なかなか触りづらいだろうというところですね。なので、まあ、この3つのか、ラインですね。この3つの価格帯っていうところを、まあ、見てもらうことで、かなりですね、まあ、効率よくと言いますか、どっちかというとこういうふうに、大きい動きが出た時っていうのは、一気にですね、逆をつかれるっていうのが一番怖いので、撤退ラインっていうところが、まあ、ある程度ですね、こういうふうに明確になっていれば、まあ、攻めやすいのかなと思います。で、一番やっちゃいけないのは、ここからスイングは結構危ないかなとは思うので、今、これだけですね、ボラティティが今出ている中で、まあ、一番考えるところっていうのは、やっぱデイトレ、目線にして、デイでちゃんと仕切っていくってことですね。その日その日で必ず決済をしていかないと、翌日ですね、ギャップダウンとかして、投げ売りに巻き込まれるみたいなね、ことっていうのは十分あると思いますので、まあ、このソフトバンクに限らず、やっぱこういった動きをする銘柄ってね、好材料あると多いと思うんですけども、なるべくこのずっとここでスイングしてたとしてもですね、こうやって大きく動いた時っていうのは一旦毎日毎日1日ずつ仕切って、入っていく、そういった慎重さっていうのは非常に重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、ちょっと来週ですね、デイトレ目線でもちょっと触ってみ、たいなというか、鑑賞したいなというふうには思っていますので、まあ、引き続き、ちょっとね、このソフトバンク、今までそんなに僕は見てなかったんですけども、ちょっと監視の目をですね、光らせていきたいなと思います。はい。ということでですね、今日も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価ボタン、それからチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。そして最後に、公式 LINE 登録特典のお知らせです。
特典1、副業株トレードで1日1万円稼ぐ方法というですね、動画講義をプレゼントしております。こちらはですね、1日1万円トレードで稼ぐために必要な資金ですとか、トレードスタイル、それから銘柄選定や当日の動き方など、まあ、僕はですね、重要と思っている要点をまとめた動画になっております。そして特典2、うねいどり手法ですね、こちらの動画講義、これが全9回になりますけれども、こちらをプレゼントしております。でこの手法というのはスイングトレード向きの講義になるんですけれども、買い立てと売り立て、まあ、信用をね、使うわけなんですけれども、これを使って利益を確保しながら伸ばしていく戦略、これについてですね、じっくりとお話ししております。そして特典3、僕はね、開催しております株オンラインサロンですね、こちらの参加割引チケットをね、プレゼントしております。まあ、より詳しくですね、株トレードを勉強してみたいなという方はですね、ぜひこちらもご検討いただければと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。公式 LINE のね、登録方法ですとか、サロンの詳細に関しては動画下の概要欄からぜひご確認ください。